本日は私から1点ご報告がございます。8月10日に仁坂福岡県知事からですね、7月の九州北部豪雨によりまして大規模な臨時崩壊がございましたけれども、災害関連緊急地産事業を含め国の直轄地産事業による早期復旧の要望が小川知事から直接私の方にございました。この要請内容を検討いたしまして今般国の直轄事業であります直轄地産災害関連緊急事業を朝倉市内の民有林で実施をすることを決定いたしました。速やかに復旧工事に着手できますよう準備を進めていきたいと考えております。詳細はこの後プレスリリースということでご説明させていただきたいと思います。私の方からいします。管理者の二冠という質問です。今日先ほど自民党の農林部会の方でも来年度ですね2018年度、解散要求、案が出たところですけれども、いろんな新規事業今の林業の成長産業化に対してとか、バレーションの解散ですとか、あるいは AI 関係で食品流通合理化、加工流通とかね、いろいろ新規事業なども盛り込まれているかと思いますけれども、改めてですね、大臣として、予算の、ポイントといいますか、思い、大臣の方針されたのか、何かお伝えしますか。今般の概算要求につきましては、農林水産業の成長産業化と、それから美しく活力ある農産漁村の実現、この日本柱で、ご案内のように農林水産業地域の活力創造プラン等に基づく、農政改革実行中でありますので、これを着実に行っていくという予算要求にする考えであります。で具体的な方向でございますけれども、一つは担い手への農地集積集約化等による構造改革の推進、二つ目は強い農林水産業のための基盤づくり、それが3つ目は林業の成長産業化と森林資源の適切な管理、4つ目は漁業の成長産業化と資源管理の高度化等の政策をですね、こういう大きな方向での政策を実行していくために必要な予算を具体的に要求をしていきたいと思っています。それから予算の規模につきましてもですね、シーリングの上限まで目いっぱい要求していきたいと思っております。ただ個々の項目につきましては今調整中ですので、決まりましたら皆さんにご報告させていただきたいなと思います。一点だけちょっと多少、細かい質問でしてもいいですか。昨年といいますか今年度ですとね、AI ですとかロボットですとか割とどちらかというと水田とか栽培に関する、利用を想定実証実験を想定していたものが多かったと思うんですが、来年度の要求で見る限り流通合理化ですとか職員産業に取り込んだりですとか、あるいは一般的なあれにしても、民間企業が農業者に還元していくというんでしょうかね、こういう研究成果を応用していくというところに移っているなという印象を受けたんですけれども、かなり今の民間企業の方で先端の部分を進んでいますので、普及期に入ったので、それを後押ししていく、ないしは生産現場から加工流通にステップアップしていく、そういう背景があるのかなと思っているんですが、具体的な中身についてはちょっと今の時点から差し控えたいと思いますけれども、成果をしっかり普及させていくということは我々にとっても大きな課題でありますので、そういうものも含めてですね、農林水産省として全体としてベストになるように理解されるようにしっかりやっていきたいなというふうに思います。会社の人はどうでしょうか。日本農業新聞の北高です。
来週から TPP 出席交渉官会合で、農業分野の合意内容の見直しの是非が焦点となっていますが、農水省としてどのように臨むつもりでしょうか、お考えですか。まずですね、来週月曜日から30日水曜日までの日程で、オーストラリアの主催によりまして、シドニーで TPP 高級事務レベル、主席交渉官会合が開催されるというふうに承知をしています。で、5月のですね、ハノイで TPP 閣僚会合における閣僚声明にはですね、 TPP の早期発行を追求するために米国の参加を促進する方策も含めた今後の選択肢の検討を政府高官に指示し、11月の APEC 首脳会合までに完了させること等が盛り込まれているわけであります。これを受けて7月に箱根で高級事務レベルの議論が行われまして、11カ国で TPP を早期発行させるための方策について具体的な検討が今始まっているところであります。で、今回のオーストラリアでの高級事務レベル会合では、この方向に沿ってさらに議論を深めるということになると承知をしています。ご質問の農林水産省としてはという点でありますが、今の時点ではですね、今後とも TPP の今後の選択肢の検討に関して米国の通商政策の動向を十分注視しながらですね、内閣官房と緊密に連携をしていきたいというふうに考えていますが、いずれにしても我が国の農林水産業をしっかりと守っていくという観点からですね、対応していくということに変わりはないですね。その米国なしの11カ国ということで、F ガードや入学について見直しも一つ焦点になるかと思いますが、そこについてはどのようにまあ、いろんな報道もあるようでありますけれども、それも含めてみんなで今これから議論するとかありますので、なんか日本政府が提案したんじゃないかという報道もありますけど、そういう実はありません。宮崎の裏側です。雨が1月長く続いたことで野菜が高騰し、野菜の値段が上がったりしていると思うんですけど、農水省として何か対策を行われているか。ですね、まず7月の末からですね、曇りや雨が続いていることから、東北地方の太平洋側や関東地方を中心に、日照不足や低温等の影響によりまして、野菜等の農産物や生育遅延や着色不良などが発生をしているという報告を受けております。で、主要な野菜において市場における卸売価格を見ますと、出荷量がですね、減少しているピーマンやナスなど一部の野菜において、やや高めに推移しているというところであります。農林水産省では今、日照不足に伴う園芸作物の生育への影響を最小限に抑えるということで、18日金曜日に、技術指導通知を発出して、病害虫対策の徹底や過小管理における受講の確保など各地域の状況に応じた適時適切な対応が行われるよう呼びかけを行っているところであります。引き続きですね、気象状況に留意しながら正確な情報発信に努めて、消費者や事実者の不安をですね、解消していきたいというふうに思っております。です。週末からのクロマグロをめぐって、太平洋クロマグロをめぐって WCPC の会合、多少は始まると思いますけれども、現在のクロマグロの資源量などを踏まえまして、日本提案の理由と、どのようなことを目指すのか、今、ご質問ありましたように、28日月曜日から9月1日の金曜日まで、韓国、釜山において、WCPFC が開催の北諸委員会が開催されることになっています。この会合では太平洋クロマグロの保存管理措置に関しまして、我が方が7月に叩き台とした提案、
一つは現在の暫定回復目標を達成した後の次期回復目標、二つ目は長期的に資源を管理するための方策、三つ目は緊急的に資源管理を強化する場合の措置、この三つについてすでにいただき台を提案しているところでありますので、マーケとしては引き続きこの会合においてもこれに基づいて議論を進めていくということであります。引き続き関係国地域と協調しながらですね、責任ある漁業国としてこの WCPFC における議論を主導して適切な漁業管理措置が合意されるよう今回の会議を努力していきたいと思います。日本の提案に関しては、はい、今の2024年までの目標を達成する前に枠を拡大する可能性、余地を残すということもあって、海外の方から、まあ、批判もあってそうですけれども、その辺については、まあ、よく議論するということですけど、あくまでも日本としては枠を増やす、この提案に基づいて、科学議論を主導していきたいと思います。先日のモッコンブレイクスコについて、感想と課題などを。まず5県に対する利益性がありますので、本県のトップでありますキャリーラン、行政長官に対しましてですね、この利益性の撤廃緩和を強く要請をしてきたということが、まあ、一番の仕事だったわけでありますが、同時にアジア最大規模の総合食品見本市を視察していただきまして、まあ、そこにおける日本食に対する、まあ、高い関心ですか、それは肌で感じることができました。そもそも香港の皆さんは人口700万人ですが、毎年200万人が日本を訪れて、日本のことに関心が高く、日本食にも関心が高く、しかも香港には中国本土の皆さんも旅行にたくさん来るということでありますので、日本の農林水産物を輸出していくにあたってはですね、大変重要な地域であるわけでありますが、現に日本の農林水産物の輸出の4分の1は香港に向いているわけでありますので、引き続きこの重要なですね戦略拠点として取り組んでいく価値が大いにある地域であるというふうに改めて実感をしています。NHK の岡田さん、先ほどの通商の話に絡んでいたんですけど、まあ、その日米経済対話もですね、今後まあ動くような話も出てきていますけど、そのあたり、農水省としてこのように、先ほどのフィルガードの話もありますけど、どのように対応されているか。そうですね、いずれにしてもですね、方針は非常に明確でありまして、どんなテーマになるか、テーマそのものが調整中なんで、コメントはしづらいわけでありますけれども、いずれにしてもですね、きちんと日本の農業が成長産業化として成り立ち、なおかつ地域がしっかりと農業生産基盤をですね、維持し続けるということを、何があろうと確保するというのが基本的な方針ですので、そういう方針で臨んでいきたいなと思います。最初の冒頭で言われたその桜市の件ですけれども、これは特例的な措置になるんですか。このそもそもですね、予算の中に、こういう事態になった場合にはですね、対応できる措置がありますので、それを発動するというのが今回の措置であります。ちょっとお待ちくださいね。災害発生年にですね、直轄地産災害関連緊急事業というものが発動できるという予算措置がありますので、その発動について財務省と協議をして、その結果発動できるということで